ジョン・オキセンダイン、ジョン・ W ・オキセンダインは、アメリカ合衆国は、ジョージア州出身の政治家で、同州の保健長官及び、安全消防委員、弁護士。所属政党は、共和党。アイビー・アダムス・オキセンダイン夫人との間に、JW、フィリップ、キャロライン、ジェイクの4人の子供がいる。1962年4月30日に、ラムビー族の血を引く。 裁判官の父ジェームズ W をキセンダインと母ルイーズをキセンダインとの間でテネシー州ナッシュビルで生まれ5歳以上からジョージア州タッカーで育つ彼には二人の姉と妹がいるノースカロライナ州出身の父ジェームズは1992年にジョージア州グーインネット軍でラムビー族インディアンとして また最初のアメリカ先住民出身の合衆国最高裁判所の裁判官であった。1980年にタッカー高等学校を卒業。裁判官として務める父の姿に彼は政治に対して強い関心を示していた。マーサー大学でキリスト教の神学、ギリシャ語、政治学の3つを専攻し、1984年に 優秀な成績で学士号を取得し卒業。また、学生時代に、ジョージア州知事ジョージ・バズビーへのスチューデントアシスタントとして務めたことで、政治に関わるようになる。後に、知事選挙で、ジョー・フランク・ハリス候補の選挙キャンペーンのスタッフとして働き、ハリスが知事に当選すると、彼は、ハリス知事の囚人事局と、取締役会も務めた。 1987年には、マーサー大学のウォルター・ F ・ジョージ・ロースクールで法学を取得し、卒業している。また、その時、同大学のラムダ・カイ・アルファ学生友愛会にも、活発に関わった。その後、オキセンダインアソシエイトという、彼の父が経営していた、法律事務所を彼が引き継ぎ、中小企業を手助けするための弁護士として1995年まで、 つめる。1994年に、ジョージア州の保健長官の共和党候補として出馬し、民主党の現職の保健長官、ティム・ライルスに勝利。1995年から、保健長官及び監査官及び、ジョージア州産業養老委員会として、初めて委員に選出され、1998年、2002年、2006年にも再選。2000年に、 ジョージア州選出の共和党の現職、ポールカバーデル上院議員が休止すると、潜在的な上院議員候補として彼の名が上がるが、彼は出馬しなかった。2003年にもジョージア州の共和党内から席を求められるも、彼は保健長官としての任期のため拒否。代わりに彼は友人でもあるジョニー・サクソン候補を支持した。 2004年に彼は2006年のジョージア州の副知事に立候補する意向を示し、2005年には検討委員会も結成した。副知事選で彼は後に保健長官の再選にの方に行っており、2006年に保健長官を再選している。2009年5月に地元メディアのアトランタジャーナルコンスティチューションが彼は選挙キャンペーン時、 アラバマ州の異なる10の政治活動委員会から州法で違法とされていた12万ドル以上の選挙献金を受け取ったと報告していた。ジョージア州の法律では12000ドルまで献金を受け取ることが認められていた。彼は資金提供してくれた人に資金をすぐに返した。2010年のジョージア州知事選に共和党候補として出馬したが、 共和党指名争いで4位に終わった。草の根保守運動のティーパーティー運動を支持しており、潜在的な共和党候補として期待もされている。ありがとうございます。